今回ご紹介するのは陸上選手の伊豆谷莉子さんです。伊豆谷さんは1996年1月26日生まれです。大阪府出身で、身長、体重、スリーサイズは非公開となっています。伊豆谷さんはプレイングコーチとして現役でありながら、コーチとしてもご活躍されている美人アスリートです。伊豆谷さんは陸上選手らしい筋肉質で締まった体が印象的です。ですが7種目競技の選手ということで細すぎず、むしろ下半身はがっしりとしています。ほぼ毎日欠かさず練習しているからか、肌は少し小麦色に焼けています。私服の時の姿など見ていると大人っぽい印象ですが、練習や試合の時は髪を縛っていて逆に幼いイメージになります。バストはほどほどだと思われ、推定 B から C カップだと思われます。試合の際にはセパレートを着用していることが多く、見事に6つに割れた腹筋を披露しています。インスタグラムのフォロワーも 1.5 万人と多く、伊豆谷さんが美人でファンになった方も多いのではないでしょうか。 YouTube ではかなりラフな姿で質問に答えていたり、ライブ配信をしたりといろいろな姿の伊豆谷さんを見ることができます。またファンクラブもあり、 SNS などでは載せない話やコンテンツもいろいろありそうです。これだけ魅力たっぷりの伊豆谷さんなので当然モテてきたと思いますが、残念ながら彼氏や結婚相手の情報は見つかりませんでした。自身の YouTube では結婚は30歳くらいを考えていると発言されていて、現在は未婚であることは間違いありません。ただ現在の彼氏の存在については触れておらず謎のままです。アスリートの女子は婚期が遅れがちなのかなとおっしゃっていましたが、伊豆谷さんは美人ですので恋愛に気持ちがしっかり向いたらすぐにお相手が見つかりそうですね。伊豆谷さんは中学から大学2年までは走り幅跳びを専門とされていました。ですがその間は全国大会の出場経験は0回と結果がついてきませんでした。それを踏まえ大学2年時に7種目競技への転向を決意します。すると大学3年の秋には大幅に記録を伸ばし、大学4年の時には自身初の全国大会である日本グランプリ、全日本インカレへの出場を果たします。その後大学院に進学し、2年時には全日本選手権にも出場。もともとの専門種目であった走り幅跳びもここで大幅に記録を更新します。現在も社会人として現役で戦っており、5年連続日本選手権に出場中、日本代表として日の丸を背負うことを目標に奮闘されています。また現在平成国際大学陸上部のプレイングコーチとしてお仕事されています。コーチと選手の二足のわらじは大変だと思いますが、頑張ってほしいですね。これからも伊豆谷莉子さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。